人シングル無料朝食付きプランで、9000円ですね。かなり高いですね、ここ。で、2人お任せの部屋の無料朝食付きプランで、12000円というところです。部屋ホテルともに、まだまだ新しいスーパーホテルなんで居心地は良かったです。そしてスーパーホテルどこでもおなじみの、お酒飲み放題もありますしね。ただ1名宿泊がここまで、宿泊費高いっていうのノーマルホテルではなかなか、ないと思います。あと泉質が札幌の2つのホテルと比べて少しいまいちに感じました。なのでこの位置でのランクインとなりました。
Thank you.
一人部屋はないんで、2名一室2食付きのプランで見ております。2万7000円というところですね。まあ食事はちょっと不満があるかなっていうところですけど、まあこのね、このぐらいの宿泊値段では全然悪くはないです。創作感もありましたしね。で、温泉は極上の湯温泉で、部屋も綺麗で居心地のいいホテルでした。ただ以前食べたマッターホルンでの食事プランがかなり良かったんで、まあ、お金に余裕がある方ならそっちの食事プランを利用の方が個人的には満足ができるかなと思いました。野口観光グループは本当お金出すとかなり料理の質がアップしたものがいただけると思います。
一人部屋はないんで、二人ツイン素泊まりで泊まった時の宿泊費ですね、だいたい1万円から1万1000円というところです。同じく一室朝食付きのプランで1万4000円前後というところですね。二人宿泊ならばもうこの札幌市街地でこのお値段で宿泊できる中では最高に居心地のいいホテルだと思います。ちょっと大浴場がないっていうのがマイナスですけどね。朝食の内容も、もう海鮮がこれ入ってこのバイキングは非常にレベルが高いです。会に登場した系列のネストホテルもですね、ここと同じ内容のバイキングになっております。今後新千歳空港から出発する旅行で札幌へ前乗りするならここのホテルが第一候補です。
一人部屋はないんで、2人ダブル素泊まりのプランを見て1万1000円ちょっとですね。そして同じく朝食付きのプランで1万3500円ってところです。さすがに部屋も含めた大浴場などのホテル設備、そして朝食の品数、質ともに、かなりレベルが高かったと思います。トータル総合評価では、旭川ナンバーワンのホテルだなと思っておりますね。ただ宿泊値段がちょっと高いので、この位置でのランクインです。もう少し宿泊値段が安ければってところですね。
人ダブル朝食付きのプランで13,000円、高い。で、2名ダブル朝食付きのプランで、17,600円っていうところです。まあ、札幌の道民院よりも安く宿泊できるので、北海道にある道民院では最上位となりました。で、札幌の道民院よりも大浴場が一番最上階にあるので、旭川はそちらが魅力なのと、朝食バイキングの品数とか、質はほぼ札幌と同じような感じです。その点で札幌よりも上位となっております。ただやっぱり道民院は1名朝食付きで泊まって1万円ちょっと切るぐらいが適正の価格なんだろうなとは思うんですけどね。札幌と石狩、そして旭川2の市街地ホテルと層雲峡の温泉ホテルがランクインしました。スーパーホテル道民院、ネストホテルの最新タイプ、そして WBF グループのグランデタイプと、全国チェーンのホテルがずらりと並びましたね。あと野口観光グループの温泉ホテルです。さすがにこのランキングクラスになると総合的にも平均よりかなり、高評価のホテルだらけになっております。ただ宿泊値段も考慮に入れてのコストパフォーマンスランキングになっておりますので、この位置に落ち着いたってところです。この北海道ホテルランキング動画、2023総集編というタイトルで再生リストを作りました。他のランキングもご覧になりたいって方はそちらからお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございました。